はい、ではあの男の美容のすすめということですすみません。女性の方は申し訳ないですけど。あの営業チームの法人営業課市原から、ああ、すすめシリーズ第三弾ということでお,お,お伝えしたいと思ってます。すすめシリーズ、なんでしたっけ?。あ、オーダースーツとふるさと納ですね。はい、順番どっちかわかんないけど、まあいいや。はい、進めます。はい、続いてこれ何?。はい、自己紹介です。あの市原五郎と申します。 三、えっと、漠石約3年弱ですかね、10月で3年ぐらいですけど、法人ユーカでインサイドセールス担当してまして、えっと、3月から立ち上げということで、趣味はサッカー、相撲観戦、え今日ですね、えっと何の日だかって、知ってますよね、安室奈美恵さんの DVD の発売ということで、昨日の深夜に早速買いまして。 えー、明日見ようかなと思ってますあの僕はファンクラブなんですけど8回ぐらい応募したんですけど当たらず多分そんな人がわっさわっさ買ってミリオンセラーということになったと思いますそんなことでいいですねはいこんなもんました皆さん洗顔してますかしてますよねはい皆さんスキンケアしてますかどうでしょうか男性です してますない、そうまあいいや、僕は最近始めました。はい、こんな感じで始めました。気持ち悪いですね、これね、パックしてますね、はい、まあ、後ほどちょっと説明しますけど、なぜかメリットがあるからです。まあ普通ですね、これ、売れます。印象は悪く、モテるとは言わません、印象は悪くないです。はい ただ、私もですね、あのじゃあ、見た目、気にするようになったっていう最近なんですよ。これ、20代の時だったんですけど、めちゃめちゃ、人は見た目、ちょっとすごいですね、これ、も画像が変なんですけど、めちゃめちゃ、これ、嫌いな本でしたね、本当に、昔は。今はまあ大好きなんですけど、見た目なんか関係ないと思ってたんですけど、やっぱり大事ですよね。まあ、これって、非言語コミュニケーションってことを書いてますけど、まあ、これ、有名ですね、メラビアンの法則って言ってまして、まあ、よく研修とか、新人研修とかよく出てくるかもしれませんが、 非言語特に視覚情報大事なんです、55%あ、言語情報ほとんどないね、やっぱ大事ですね、視覚情報、やっぱ見た目大事なんですね、で見た目っていうのは、ちょっと僕も考えてるんですけど、まあ、容姿、あんま変えられないですね、体型あっ、間違ってるね、体形、まあこれ変え、<laughs> まあいいや、これなかなか変えたいと思っても、最近僕も変えられなくて困ってるんですけど、あと服装、まあ、ファッションですね、これもありますね。あとは 肌とか毛とかですね、これは清潔感とか言われてますけどそんなこと、はい、でこの話を特にしたいなと思っています、えー、とスキンケアしてますかというところで、えー、と順番考えてますか洗顔だけで終わらせてませんか、まあ、僕も洗顔だけで終わらせてた,たちなんですけど、はい、スキンケアの順番です、はい、洗顔化粧水パック、まあ、これパックは入れなくてもいいんですけどね 汚れは隠して落としますね、はい、でそこで落としただけではだめですね落として僕の場合は結構油すごいんで、まあ、冬とかめちゃめちゃもう乾燥しますね、はい、で化粧水やっぱ潤いを与えますパックさっき気持ち悪いですけど毎日、はい、夜やってますけど潤いを与え整えますでなんか女性の方ですここで乳液つけるらしいんですけど乳液つけて美容液をつけるっていうのがなんか じゃないいらしいんですよねこれ3と4の間に美容液を入れて、まあ、これ女性なだけかもしれないですけどで4が乳液、蓋をします水分の多いものから油分の多いもの油分が多いものという順番らしいです、はいでまあ、毛のケアですね、これもやっぱ毛ってやっぱ清潔感とか見た目って出るんでやっぱり髪の毛、まあ、僕も結構長い時もありましたけど短く、まあ、当たり前ですよね。 えー、してるんですけど、まあ、これも整えないといけないんですけどなかなか整えられてないんで頑張りましょうですけど、はい、あと鼻毛ですねこれ僕すげえ出るんで気をつけてください鼻毛買った最近すごいもうも <laughs> モーターがすごいグーっていうんですけどね買いました本当にすーげえ毎朝切りますねもうちょっと僕自身あのゴールデンウィークにちょっとあの旅行行った時に先輩すごい言われまして それからトラウマのようにのんび毎日切っています。眉、は、毛、い、<laughs> で,ですね、これも若干整えると印象でよくなりますというところなので、えー、とあまり整えすぎると怒られちゃうあの女性に言われちゃいますけど、はい、こんな感じですかね、はいで。参考情報はこんな感じです。はい、洗顔フォーム顔パック、今使っているやつですね。でまとめ、えーと、見た目は大事、スキンケア貸し器の処理を万全にしてということでした。